チャオチャオ皆さんこんにちは、シンクと申します。夏物語続き、本日もやっていきたいと思います。前回28まで行きましたね。半分ですよね。次行きましょう。よいしょ。里帰り探し物ひまわりマン父のカメラ行きましょう。じゃあ29里帰り。あれ、アゲハはこっちに行ったはずなのに。おわ、こんにちは。こんにちは。お姉さん、こんなところで何してるの？ご先祖様に会いに来たの。そろそろお盆でしょ。うん。でも、私ったら肝心なお墓の場所を忘れてしまって。久しぶりに来たせいね、困ったわ。僕に任せて、探してみるね。ほほほ、この場所から行けるんだね。お墓の場所どこだったかしら。うちのお墓には花と鳥の家紋がついてるからすぐわかるはずなのに。アイテム優秀。これ何、雑巾か。拭いたりする？奥横奥なんだこれは。あ、一番奥ね。結構来てんな。みんなお供えしてるね。下がって、花の家紋、きっとここだ。あったー、見てみましょう。花と鳥の家紋、ここだ。 OK、 あったよ。よかったわ、あなたのおかげで。うん、ご先祖様に会えた。ええ、きちんと挨拶してきたわ。ただいま帰ってきましたよって。お姉さんはこの町の人じゃないの？ええ、今は遠くにいるの。本当はずっとここにいられたらいいんでしょうけど、今は毎年帰れるだけでも十分なの。ふーん、ありがとうね。もう行かなきゃ。どういたしまして。バイバイ。おーい、おい、アゲハいたか？って、お前何してんの？さっきまでお姉さんと話してたんだ。は？お姉さん？誰にも会わなかったぞ。おかしいな、一本道なのに。え？それより虫取りの続き。アゲハ逃げちゃうだろ。うん。え、まさか、まさかやけど。あーやっぱり足がないお姉さん。よいしょ、よいしょ。今年のお盆も挨拶できてよかったな。ん？よいしょ、今年のお盆も挨拶できてよかったな。なかなか来れんですまんかったの。だか、どこの誰か知らんが親切の人がいるもんじゃ。お墓きれいにしてもらってよかったな、ばあさん。わしがもっと手入れしないといかんのだが、足腰が悪くての。こんな陽気っとるとしっかり者のばあさんに怒られるの。ばあさん、おかえり。ぼんはゆっくりしてって、ゆっくりして行ってくれの。ただいま、あなた。いや、
やっぱそうやったか。そっかそっか。優しいな。探し物。あら。こんにちは。こんにちは。元気ですね。今帰りかしら。うん。おばさんは帰らないの？ずっと川の方を。何かあるの？あらやだ。見られてたんですね。実は今朝ブローチを落としてしまったの。この辺りを通ってから、この辺りを通ったからきっと落ちてると思って探してみたんですが、見つからない。ええ。こんなに探してないってことは諦めも肝心なのかもしれませんね。でも大事なものじゃないの？僕に任せて、探してみるね。ブローチ。どんなんだろう。ブローチ、どこかしら。ブローチか。よいしょ。虫取り網。もしかしたら、川に落としたのかしら。石階段あたりまではあったはずですが、この辺だね。水の反射で川底が見えない。これで反射で見えんね。どうしたら。あ、わかった。もしかして帽子借りれんのか。あれ？そう。やっぱでもそうなんだよね。特に何もないか。やっぱここしかないな。虫取り網ですくい取るとかそういう類なんだろうけど。その帽子借りたいんだけどな。あ、こんなのがあった。よいしょ。あー、なるほどね。こうでこうだ。オッケー、こうでこうだ。これで川底までバッチリ見える。手が届かない。こうか。よっしゃー。おー、すげー綺麗、かわいい。みっけ。はい、どうぞ。これで合ってる？これはお花？ええ、バラです。もう40年前ですね。もう40年前ですかね。旅行先の海外の露店で購入したんですよ。高価なものでもないし、古いし、私は見つからなくてもと思ったんですが。だけど浅はかでした。なくしてからとっても大事なものって気づきました。見つかってよかったね。ええ、あなたのおかげで。それにこのブローチは罪はないですしね。え？こちらの話ですよ。こうやって手元にあると本当に見つかってよかったと思います。ありがとう、助かりました。どういたしまして。いただき物かな。おい、見つかったか？あなた、はい、ありましたよ。おお、よかった。で、探し物って何だったんだ？新婚旅行で、あなたがくれたブローチですよ。ブローチ？そんなもの、あったような、ないような。もう、ずいぶん前ですもんね。あなた？このブローチ、落としたんじゃなく、捨てようとしたんです。
え？私たち、この前も些細なことで喧嘩したでしょ？ああ。私、あまり気にしてないつもりだったんです。もう夫婦になって長いですし、些細なことって。でも、昨日身につけていたこのブローチを見たら思い出したんです。あなた、覚えてらっしゃる？このブローチを選ぶとき、私たち口論になって。新婚旅行のときも全然変わらないって悲しくなりました。このブローチも、あなたも簡単に捨てられたらどんなに楽だろうって。私はそんな気持ちでブローチを川に。待ってくれ。お前は？なんて冗談ですよ。今さら。ずっと思うところもありましたが、でもこのブローチは喧嘩しながらもあなたが一生懸命に選んでくれたものですから。頭冷やして思い出しました。とっても大切なものだって。本当は捨ててなんかいませんよ。ふん、お前ってやつは。どうかしらこのブローチ。ああ、昔からそれが一番お前に似合ってる。探し物。なるほどね。続いて、ひまわりマン。わお、ひまわりマン。はい、はーい、寄ってらっしゃい。あそこの君。わー、びっくりした。え？着ぐるみ？町おこしのマスコット、ひまわりマンだよ。ひまわりマン？そうそう、あのね、お願いがあるんだ。場所が悪いのか、お客さん、誰も来ないんだ。せっかくの祭りなのに寂しくてさ。ね、遊んでいかない？え？ね？うん。はーい、やってらっしゃい。よいお釣りはいかがーかーい。わあ、怖っ。ヨーヨー釣り。当たりが出たら無理よ。へえ。僕、玉がないから遊べないよ。100円。ありがとう。100円ってことは、ピンボールの方だね。玉を補充しておいてよ。ほい。あ、当たった。やった！当たりだ！おめでとう。ヨーヨー釣りやっていいよ。取れそうなのはどれかな？赤がいい。赤赤。取れなかった。よし、もう一回。どういうことこれ。もう一回。なんかあるのかな。ん、特に何もないのか。普通にヨーヨー釣りを遊べばいいだけ。どういうことや。どういう風にしたらいいんだ。どっかヒントあったっけ、こんなの。ヒントどっかあったっけ。あ、あ、そういうことか。赤、黄色、ピンク、青ね。水色ね。オッケー。赤、赤、黄色、ピンク、水色、こうか。こういうことか。取れた。ふう。ねえ、私もこれやりたい。わ、人がいっぱい。さくら、じゃなくて盛り上げてくれた君のおかげだよ。へへ。ねえねえ、あなた誰？
町おこしマスコットひまわりマンだよ。嘘だ、中に人が入ってるんだぜ。違うよ。へえ、つまんないの。ねえ、頭通って。お前助けろ。え、僕？あれ、この声どこかで。はは、ひまわりマンはひまわりマンでよ。まあいっか。誰だろう中身気になるな。ふう、疲れたぜ。町おこしイベントで歌うバイトって聞いたのにな。いや、昼間歌ったけど着ぐるみの格好で、しかも人手が足りてないからって見せ場までさせられては、はあ、ブラックすぎる。でも子供相手の仕事も悪くねえな。ガキばっかだけどあいつらすっげえ楽しそうだったし、俺に向いてるのかもなこの仕事。地元のやつらにはビッグなミュージシャンになるってこの町から出てったのにな。これじゃあ合わす顔ねえな。着ぐるみだから合ってねえけど、はあ、プル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 、はい、もしもし、はい、本人です。はい、え、俺オーディションに受かった。マジですか。はい、来週伺います。俺が事務所についに、しゃ、俺子供も大人もハマるビッグなミュージシャンになってやるぜ。ひまわりマン頑張れ。父のカメラ32番。はあ、こんにちは。わあ、これって、こんにちは。ああ、フィルムカメラよ。フィルム？あ、そっか。今の子はデジカメかスマホだもんね。うん。昔のカメラ？そうよ。父がね、好きだった。父がね、好きだったの。カメラ。いくつも集めてて、たくさんあっても仕方ないのにね。実はね、私も歳だし、元気なうちにって、家の片付けをしていたの。私、機械に疎いし、興味もないし、どうせなら使ってくれる人に譲ろうって近所回ってたんだけど、このカメラだけ壊れてるみたいで、さすがに人様にはね。写真撮れないの？ええ、このカバーが開かなくて、古いカメラだからね。開きそうなのに。そうだ、僕に任せて。ほほ、カメラか。カバーが開かないの。このままじゃ使えないわ。わお、なんじゃこのカメラ。回るわけじゃないのか。ああ。1,2,3,4 やけど、青、紫、青、緑、黄色、紫、あー、これ何番？ 8、1から8で、スタートが 1,2,3,4,5,6,7,8 ね。2,3,4,5,6,6、6,2,6,2,3,4,8,6,2,6,2,8,4,6,2,8,4、開いたよ。まさか開くなんて、ありがとう。どういたしまして。また写真撮れるといいね。そうね、ここにフィルムを入れれば。あら、どうしたの？フィルムが入ったままみたい。お父さん、そのまま忘れてたのかしら。何の写真なの？
さあね、現像してみないとわからないけど。もう父さんたら昔から忘れっぽいところあったのよね。せっかくだし今度隣町の写真屋で現像してみるわ。うん、絶対子供の頃の写真とかが残ってんだね。これお父さんたら見切れてるじゃないの、この写真。懐かしいわ。お父さんとお母さんと私と行ったデパートの屋上でやってるよね、屋上遊園地。このパンダの乗り物乗りたくてだだこねたのよね。あの頃はまだまだ子供で楽しかったわ。あら、おかえり。お母さんまた勝手に出歩いて危ないからやめてって言ったでしょ。 なんだいもう暗くなるだろ。私あんたが心配で迎えに。ん？それなんだい？写真？お母さんが見てもどうせ。まあ懐かしいね。あんたがまだこれぐらいの時ね、デパートの屋上で遊んだね。お父さん、あんたと私の写真を撮るって言い切ってたんだよ。あんたじっとできないし、私も写真なんて気恥ずかしくてね。ほらごらん、二人してあっちこっち見て。お父さん、うまく撮れなかったんだろうね。でも、あんたも私も楽しそうに笑ってるね。この写真、お家に飾っていいかい？あ、違う、おばあちゃんか今の。え、でもうまく撮れてないんじゃん。いいんだよ、私にとっては大切な思い出だから、見えるところに置きたいんだよ。ダメかい？そうね、帰ったら早速飾ろうね。ええ、いつもありがとうね。うん、そっか、油揚げのあれか、おばあちゃんの娘さんか。なるほどね。はい、ってことで今回はね、この4ステージ4セレクトでございました。いやー、ちょっとずつ終盤に近づきつつありますね。はい、ってことでまた次回もよければ見に来てください。ではでは、またね、バイバイ。